よし。全ては背負わせたりしないのです。守りよ、どうか慎重に。全軍抜刀。悪く思うな。皆さんのお役にご命令ください。主様のために切り捨てる。出番か、出番か。見てろよ、まだまだ。はっ、やったか。切り捨てる。はっ、はっ。どうだ、当てる。貫く。大丈夫。貫く。よし。それじゃ行くえ。生きとるて。慎重に行くです。応戦する。これがそれがしの覚悟だ。ここは任せるじゃない。てないぞ。邪魔させない。敵を排除します。どうぞ。クスカミ、ヒミカミの力を。マニアを壊して活躍した。見ていただけましたか。皆さんのお役に。見てろよ、見てろよ。行く。名を上げてやる。どうだ、どうだ。あ、まだいける。やったか。通行止めだぜ。このままじゃ
よし、やっとうちの出番や。しないでほしいのです。強くなってもです。行きます。ポコポ大丈夫？視力を尽くそうぞ。そこで眠っていろ。ドイツから行くかね。まだ終わってないぞ。邪魔させない。敵を排除します。見ていただけましたか？攻撃する。逃がすわけにはいきません。暗闇消え去って、でも本当に避けて。バカだ。活躍した。見ていただけましたか？名を挙げてやる。防げた。自分で。おいや。まだ終わってないぞ。やれやれ。切り伏せる。まだか。待ちくたびれたい。バカな。いい感じや。ここからがええとこや。我が槍受けてみよう。ココポ、死ぬのか。うまくいきました。切り伏せる。切り伏せる。当てる。もう絶対に。そこで眠っていろ。押し返してくれる。
攻撃に移る、攻撃に移る、大義は我らにあり。好きにはさせん。逃がさないぜ。邪魔させない。敵を排除します。このまま行くぞ。視力を尽くそうぞ。それがそれがしの覚悟だ。大義は我らにあり。浅い。くらい。どうだ。ここで止める。見てろよ。取れ。やったか。
ここは任せるじゃない。切り伏せる。まだまだ。やるじゃない。やったか。名を上げてやる。射抜く。貫く。貫く。さあ行くぞ。これがそれがしの覚悟だ。皆を頼ってばかりではならぬ。さあこれぞ奥義。滅せよ。押したのはまだ遠い。出番か。大義は我らにあり。どうだ。好きにはさせん。行きます。ご命令ください。どうぞ。凍てつき焼きただれて満点。まだ問題ありません。行く。まだか。射抜く。迎え撃つ。やってくれる。まだか。すべてを背負わせたりしないのです。進撃。高め。もう油断なんて。切り伏せる。はっ。やるじゃない。やったか。そこ。好きだらけだぞ。悪くない気分かい。切り伏せる。ほら。やったか。当てる。視力を尽くそうぞ。ふん。せい。ちょ、何か。そこで眠っていろ。これぞ奥義。やってくれる。まだ抵抗するか。ここは任せるじゃない。行きます。ここで怯えるわけには。これ。志。仲間。ここも。串刺しにする。浅いか。串刺しにする。まだ。いける。とりゃ。どうだ。
待ちくたびれたえ。死ぬのか。我に続け。さあいない。ごめんなさい。威力当てる。これぞ奥義。まだまだこれからだ。みんな大丈夫か。戦況を報告せよ。邪魔させない。敵を排除します。どいつから行くかね。
ここで倒れるわけにはまだ終わってないぞ。やれやれ。よし、行くさまの湯ならせ。アツイ殿、客人がお帰りとのことだ。土産を差し上げろ。それじゃあ行くよ。下にいる連中にも油を浴びせかけよう。
白軍勢が。どうなっているでありますか。我々が攻め込んでいたはず。それがどうして。これがオシトラ殿の本気なのでおじゃるか。お前はオシトラ殿のこと何も知らなかったでおじゃる。おじゃるはこれじゃなかった。ただのこんな一方的な殲滅が本当に戦いなのでおじゃるか。目をそらしてはなりませぬ。オシトラ、彼らは正常の矛、彼らが被る血は正常の被る血。民と共にあるとするならば、この光景もまた正常の功であり罪なのです。故に正常は最後まで見届けねばなりません。この光景に震えるのなら、それがしが手を貸しましょう。どうか最後までお見届けを。オシトラ、分かっておる。夜は引かぬ。この光景、すべて飲み込んでみせるのじゃ。兄様、これが兄様がすべてを託したわけなのですか。これが…ど、お、ボコイなんて、早くなんとかするにゃ。もうそうは言われましても、そうじゃマロロ、何をしておるか。早く何とかするにゃ。もうこんな時のためにおめあを買ってやってるにゃ。もう見ておじゃるよ。にゃもんもはやここから立て直すことは無理でおじゃる。どんな策を講じたところで、すでに兵たちの心は知事に乱れているでおじゃる。何を叫んでも耳には届かず、故に何一つなすことはできないでおじゃるよ。この役立たずが、おめえにどれだけ金をつぎ込んだと思っているにゃ。もういいえ、これでは拉致が明かぬ。撤退にゃ。もう帝都へと一時引き返すにゃ。もう了解ではあります。反転するではあります。下がれ下がれ。テコポンコ殿、兵たちを見捨てていくでおじゃるか。何を言うにゃ。もう総兵たちを気にかけてわしが命を落としては意味がないにゃ。もうそれにこのテコポンポさえ生きていれば、この程度の軍勢などすぐに用意ができるにゃ。もうそうではあります。デコ分母様と拙者が生き残ることこそが一番重要なのではあります。少年、それは一軍の将の言葉にしてはあんまりでおじゃろう。やかましい。無能の役立たずが何を抜かすにゃ。もそんなに奴らを助けたいのなら、お土産残って何とかしてやるがいいにゃ。もできるくせに偉そうな口を叩きよって。行くにゃ。もう役立たずは役立たずなりに身の程を知るではあります。マロはわやや、敵の大将が逃げる気みたいや。え、負けたからって配下を見捨てて逃亡とは、将の風上にも置けないやつだな。大事の時こそ人の本性が現れると言いますからね。だがこのまま逃がすわけにもいかぬ。増兵どもは捨てておけ。それがしたちも下に降りるぞ。正常が欲するわ。
発注商デコポンポの首ただ一つ。なの？まさか最初から兵を隠し我らを。デコポンポ様、どうするであります？囲まれてしまったであります。どこにゃも、おめはわしが誰だか分かっての狼藉にゃもか。分かっているとも、逆賊デコポンポ。おしとる。これで詰みだ。何よこの花持ちならぬ若造めが。なるほど、それが遺言ということで良いのだな。正常に刃を向けたのだ。もはや生かしておけぬ。しかし貴様も先帝に仕えし者、せめてもの情け、将としての誇りが残されているならば自ら腹を裂け。待て、待つにゃも、押しとろ。手を組むにゃも、わしとおめあとでな。手を組むだと？そうにゃも、わしと押しとる、おめあたちへ仲向いとだ。それは良い考えでありますな。押しとる殿の部とデコポンポ様の知略が合わされば、まさに最強であります。この人は何を言ってるのです。本物の姫殿下を抱えるお宮と大軍勢を従えるわしが組めば、この国はお前のままにゃ。もう来航など敵ではない。こんな狭苦しい小国に引きこもることもないにゃ。もう大和を好きにできるにゃもよ。悪い話ではないにゃ。もうねえ、やれやれ、見苦しいね。親父から武士の散り際は華やかであれと教わらなかったのかい？そうやな、こんな不細な初めて見るえ。なあ、押しとる、どにゃも、おめえも男なら断る理由なぞ。こんなのが誇りある発注書。それで話はもう終わりか？聞く価値もない、時間の無駄だ。少子なんやも。正常の懐刀であるそれがしが貴様のような輩と手を組む、それは何の冗談だ。おみゃ、貴様には大切な役割を残してある。見逃すつもりなど毛頭ない。正常に刃を向ければ高くつく。それを世に知らしめるための見栄となってもらう。一同構え。なんだ、ついに諦めて開き直ったのか。バカめ、そんなわけないにゃも。今までのはただの時間稼ぎにゃも。この檻がやってくるまでのな。あれが檻だというのか。なんと巨大な。まったく、最後に我らの元に下る機会を与えてやってにゃも。バカな奴らにゃも、つまらぬ意地を張り合ってからに。だがもう遅いにゃも。あの世で後悔するがいい。ボコイなんて、あれを解き放つにゃも。了解であります。あれだと？デコポンポ、何か隠し種でもあるのか。さあ覚悟するにゃも。
これがわしの切り札がまよ。生息してる獣さん、あの通りでかい図体の上、どう猛かつ凶暴だな。里に降りられた日には血の跡を残して一っ子一人いなくなるって厄介なやつだ。あのウズウルシアをグンドゥルアも飼いならして大和攻めに使おうとしてたんだが、それ以前に捕まえるのすら一苦労で結局諦めちまったって話じゃない。そいつを捕まえるとはね、腐っては発注症ってことで。すごいなあ、あれを手がつけるなんて。ちょっと見直して。ビャップ、かの遠征の後に秘密裏に捕らえておいたのは、まあ捕まえる際兵が100人ばかりまるっと消えてしまったにゃもんが、そんなな些細な問題にゃもんが。貴様、それを些細で済ますのか。大いなる犠牲なのであります。だが苦労した甲斐はあったにゃ。この牙は全てを貫く、体は傷をつけることさえままならん化け物にゃ。もりそれに引き換え知っているでありますぞ、オシトル。あのブライと戦った傷がまだ完全には癒えてないということ。そうにゃ、もうそんな状態でこのわしの切り札を相手にできると思うにゃのか。確かにたやすくはない。だがそれだけだ。生意気にやれ。さあ行くにゃも。この不届き者どもを全て食らい尽くしてやるにゃもよ。ん？でした。早う襲いかかるにゃも。おい、どうしたのだ。ぼーっとするでないにゃも。いい加減にするにゃも。さっさとオシトルどもを食ってしまうにゃもよ。レンデモ、うわThank you.
大丈夫だって目をつけてくれ。はい、デース押しとって手なずけられていなかったようだ。このようなサインとはある意味デコポンコらしいか。ぽんよよ、せっかく見直したのにな。幻滅にゃえ。兄上、このままでは。落ち着け。背を向けると襲いかかられるぞ。でも背を向けなくてもあまり変わりはないようですよ。どうやらあの二人では足りなかったみたいですから。野望を得め、構えよ。たまには困難の相手も悪くない。一度奴を勝ってみたいと思っていた。行くぞ奥義、狩りこそ我らの真骨頂だ。ええ、いつでも。やるぞ！獲物はどこだ？それがしの覚悟だ。いざ参ります。任せるじゃない。
獲物はどこだ？大丈夫か？逃がしませんか？これがそれがしの覚悟だ。守ります。我が弓からは逃れられんぞ。外さん。どうだ。念入りに潰しとこか。これがそれがしの覚悟だ。よし、落ち着いて。上がれ。気は抜けない。ここで怯えるわけには。ありがとう、ここも。
てくれる。一緒に。そんな。ココポ大丈夫？邪魔をするのは誰なのです？これだけ痛めつけられてもまだまだ元気そうじゃない？楽しくなるのはここからい。手負いの獣はこれからが面白くなるんよ。物騒なこと言うな。だが言う通りだ。このまま長引けばこちらの被害も小さくはない。奴は生き残ることを選んだようだな。そんな、生きずよい。どうする？追うか？いや、下手に追い詰めればそれこそ手負いの獣と戦う羽目になる。あれと戦って勝ったとしても得るものより失うものの方が多かろう。そうだな。今は撃退できただけでよしとするか。それに気がかりなことがある。